冬野菜ゾーン。ネギ順調に大きくなってます。後でちょっともらっていこう。大根こんな曲がってるけど、香辛大根の方です。植え替えをした都合でうにょんにょんしております。食べられてますね、結構葉っぱで。あっちが普通の大根です。結構抜き出したんですけど、もうちょっとしないとダメかも。この辺は玉ねぎ予定地と垂れてますね。あ、ラディッシュ発芽してます。昨日、一昨日は出てなかったんですけど、出てますね。さすが20日大根、早いです。小松菜と株も後ろに控えております。もう杉菜出てる、早いな。ピーマン崩れてきちゃってるけど、もう食べれないんだよ、ごめんな。ピーマン食べ放題です。ナスもね、なってるんですよね。すごい、11月なのに。こちらは小松菜です。ちょっとかじられてはいますが、順調に大きくなってくれております。綺麗に並んでますね。後ろがほうれん草です。ほうれん草の方もにょんにょんと伸びてくれています。いい図だ。で、こっちブロッコリーです。ブロッコリー今年はちゃんとなってくれるといいんですけど、なんやでっかいバッタがおるな。やだな、バッタ結構こっそり切っていくから困っちゃうんですよね。白菜もスケスケにされております。スケスケだ、絶対いますね、芋虫がね。芋虫もいるけど、ここにもバッタいるんだ、ここね、なんで。夏じゃなかったっけ。で、こちらは菊ですね。つぼみがこの間よりもさらにふっくらしたように見えます。ロウバイが切っても切ってもでかくなる。あ、ブルーベリー畑もすごく草に覆われて、あっという間だな、落ち着かないですね。お、レモンになってます。この高さがね、尋常じゃなく伸びてることに気を取られがちですけど、実も大きくなってくれてます。美味しいんですよね、うちのレモン。あとなんかすごく日持ちするのでありがたいです。道を塞ぐのはやめてほしい。あれは生き残りのさつまいもでしょうか。なんか勢力を伸ばしていますね。俺はまだ戦えると言っている気がします。わ、蚊がいる、蚊に蚊が蚊がセーターに止まったんだけど、うん、季節感がめちゃくちゃです。ウコン、スイートピー、心ばかりの柿、終わったはずのプッチブリカボチャ。おーおーおー、すごい、なんか蝶とかガとかが飛び回っています。そんな感じかな。おーおーおー、うわわわ、コオロギが飛び回っております。ではでは、またねー。